タータン。タータンとは、多色の糸であ織りにした、格子柄の織物である。また、格子柄そのものも、タータンと呼ばれ、特に、日本では、タータンチェックと呼称される。元来は毛織物であったが、近年では、様々な素材で作成されている。スコットランド、特に、ハイランド地方の民族文化と強く結びついており、民族衣装であるキルトは通常、 タータンによって仕立てられる。北米では、プラットと呼ばれることも多い。日本では、家紋のようなものと例えられ、世界的にも、クランとタータンの関係性について言及されることが、たが、家柄とは、直接的な関係性のない、特定の地域や企業と結びついたタータンも存在する。さらには、単に、ファッションとして利用される、ファッションタータンといったものも存在する。ただし、 商業主義的なタータンについては、否定的な見解を持つ者もいる。かつては古代イケルトにまで遡る伝統文化という考え方もあったが、これは現在では否定されている。タータンは16世紀から17世紀頃に、ハイランド地方の衣装として定着したと考えられている。また、現在のように、格子柄を持つ者だけでなく、無地の者もタータンと呼ばれていた。 1746年にハイランドを中心とした反乱が鎮圧されると政府はタータンの着用を法律により禁止した。この法は1782年に撤廃されたがその頃にはハイランドではタータンは廃れつつあった。18世紀末から19世紀にかけてロマン主義者がハイランドの歴史と文化を懸念し美化された高貴な未開人のイメージを広めたことで ハイランドブームが起こった。さらにジョージ4世のエディンバラ訪問式典では全員にタータンの着用を義務付けたことでタータンは復活を遂げた。それまで野蛮なものとして忌避していたローランド人もこの時期にタータン着るようになった。さらにこの頃にクラン、士族ごとに固有のパターンを持つクランタータンの概念が確立されていった。ビクトリア時代には ジョー・ヴィクトリアとその配偶者、アルバート校はタータンをデザインするなど、ハイランド趣味に講じ、これによってタータンは爆発的に流行した。この頃に、化学染料を使った明るい色のものや清掃用のタータンとして、ドレスタータンが作り出された。今日では、伝統的な毛織物ではなく、化学繊維で作られたものや、企業用のコーポレートタータンといったものも存在する。 20世紀に入ると、伝統文化であるタータンを保護、保存するためやといった団体が設立され、タータンの登録を行うようになった。これら民間団体が独自に登録を行うことは、混乱を招くため、2008年に、スコットランドタータン登録法が制定され、の配下にあるにそのパターンが登録されるようになっている。登記書では、スコットランド国内のみならず、 世界中のものが登録されており、ここに登録されていないものはタータンを名乗ることできない。英語のタータンという単語の由来として有力視されているのは中世フランス語のチレタイネである。他にもゲール語のトソンに由来する説や古いスペイン語のチリタナから来たとする説などがある。百三十八年にはジェームズ五世のためにハイランドタータンが作られたという記録が残されているが、 どのようなものであったかは定かではない。1800年代には、無地のタータンの注文記録が残っており、少なくとも、この頃までは、タータンという言葉が、必ずしも格子柄を持つ布地を表すもので測った、ことが伺える。ハイランドのゲール語話社は、柄のある布を、多色を意味する、ブレイコンと呼んでおり、次第に、ハイランドの織物を意味するチレタイネと格子柄の、織物を指すブレイコンが混同され、 現在のタータンという言葉になったと考えられている。今日では、タータンは織物のことを指し示すだけでなく、その模様のことも意味する。また、北米では、タータンのことをプラットと呼ぶことが多い。プラットという言葉は、ゲール語の毛布を意味する言葉に由来し、特にハイランドの衣服として使われる、大番の布地を指していた。この布地はタータンで作られていたことが多かったため、 タータントプラットが混同されたと考えられている。このプラットを使った衣装は動きやすいように上下に分割され、下の部分は強のキルトとなっている。上の部分はバグパイプの奏者が身につける肩掛けとなっている。日本語ではプラットのことをプレード、プレードなどとも表記するが、発音的にはプラット化し、染色済みの縦糸と横糸を直行させて格子縞を 形作る。縦糸2本の上を横糸が通り、次に縦糸2本の下を横糸がくぐり抜けていくシンプルな綾織り、右両となっている。縦糸と横糸が同じ色だとタータンには無地が形成される。異なる色の糸が交差する場合は、斜めに線の入った模様を作り、2色の均等な混色を形成する。 このように2色で折られたタータンは、混色1つを含め3つの色を形成する。混色を含めた色の総数は二次元的に増加する。最終的に示される色彩は、使用される色の数をフォーミュラ1とすると、フォーミュラ2で表される。6つの色を使用したタータンでは21色を形成する。多くの色が使われると派手なパターンになると考えがちだが、混色が多くなるため、 かえってぼんやりとした地味なパターンになる。タータンの繰り返し現れるパターンの一単位をセットと呼ぶ。セットはピボットと呼ばれる地点まで進むと、またセットの始めから繰り返すか反転してパターンを描いていく。水平方向にも同様にセットが繰り返される。反転するパターンは線対称を描くためシンメトリカル対称と呼ばれる。 セットの始めから繰り返すものは、線対称にならないためアシンメトリカル、非対称と呼ばれる。タータンは、セットに現れる各色の糸を数えることで記録される。スレッドカウントは、島の幅を表すだけでなく、使用されている色も示す。例えば、B24W4B24R2K24G24W2 というスレッドカウントは、青24本、白4本。 青24本、赤2本、黒24本、緑24本、白2本を意味する。最初と最後の糸は、ピボットとなる。またピボットであることを明示するため、以前は太字にしていたが、現在では、B24 のように表記する。タータンは、シャトルの往復によって折られていくため、スレッドカウントは常に偶数になる。セットは、 タータンの模様を定義するが、最終的な製品は使われる糸の種類や用途によって変化する。セットが250本の糸で構成される場合、羊毛ならおおよそ12から1 5トルとなるが、剣士を使った場合はこれよりも小さくなる。また、セットが12から1 5トルもあるとネクタイなどでは模様が大きすぎるため縮小して使われる。タータンの色に、 特別な意味を乱すことは古来からあったものではない。例えば赤いタータンはバトルタータンであり、赤は地の色を意味するといった話はただの俗説に過ぎない。しかしながらカナダやアメリカのディストリクトタータンのような新しいタータンでは色に意味を持たせている。例えば緑はプレーリーや森林を表し、青は湖や河川、黄色は作物を表すことがある。 タータンはその目的や用途などによって大まかに分類される。目的や用途以外に色合いによっても分類されるが、これらは色合いが違うだけで異なるタータンとは見なされない。今日では、タータンはスコットランドと深く結びつけられているが、タータンの起源に類するものはブリテン島から遠く離れたところで見つかっている。織物の歴史を研究している EJW バーバーによれば、 紀元前8世紀から6世紀にかけて栄えたハルシュタット文化においてタータンと似た織物が作られていたというオーストリアザルツブルク近郊のハルシュタットの岩塩港では大変保存状態の良い格子柄の織物が発見されているハルシュタット文化はドイツ南部やフランス東部といった中央ヨーロッパ2位に,に広がりハルシュタット文化から続くラ・テーヌ文化では スペインやブリテン島にまで、その影響を及ぼした。ブリテンで発見された最古のタータンとされるものは、紀元3世紀頃と推定される、フォルカークタータンである。スコットランドのフォルカークで見つかった、この布地は、およそ2000枚の古代ローマ銀貨の入った土器の線として使われていた。無染色の羊毛で織られており、焦げ茶と明るい緑がか,かった茶色の二色によって模様が作り出されている。 ただし、後世のタータンとは異なり、模様は一末模様である。このような初期のタータンに類した織物は、ローマ時代以前には作り出されていたと考えられ、こうしたものが北ヨーロッパのユトランドで盛んだったように、北部のローマ属州では一般的なものだったと考えられている。スコットランドは、比較的平坦な南部のローランド地方と、 急峻な地形の多い北部のハイランド地方に大きく分かれる。ローランド地方はイングランドと国境を接しており、政治的にも文化的にもイングランドの影響を受けていった。また、スコットランドの首都エディンバラもローランドにあった。対して、ハイランド地方は深い渓谷と鋭い岩山が、 自然の障害となっていた女王の権威が届かず、クランと呼ばれる血縁や地域的な連帯をとにした集団が、半ば小さな独立国家のような状態で多数存在した。ハイランドは文化的にもイングランドやローランドとは大きく異なり、スコットランド国内においてもローランド人からは野蛮人とみなされてきた。一般的なハイランド人の服装は太ももまで届く。 長袖のシャツの上に、プラットと呼ばれる肩掛けないしはマントを羽織るものであった。これが17世紀頃になると一枚の大きな布を体に巻きつけて上着とするベルテッドプラットが一般的となっていった。プラットは無地のものもあったが、格子柄を持つものも多く、今日、タータンと呼ばれるものへと繋がっている。タータンという言葉が最初に現れるのは1538年の 政府の財務記録の中であるが、これが格子柄を持つものであったかは定かではない。タータンという言葉は単に布地を意味しており、必ずしも格子柄を持つものではなかった。いつ、タータンという言葉の定義が格子柄の織物となったのかは不明であるが、17世紀に入ると、クランチーフの肖像画などの図像資料に格子柄の衣装が登場していることから、 おそらくは16世紀から17世紀にかけて現在、タータンと言われるものが成立していったと考えられている。また16世紀までには、島模様、または、チェックのプラットに言及した資料は多数存在するが、今日知られている地域やクランと結びついた、タータンは、まだ存在していなかったと考えられている。18世紀前半に描かれた、 肖像画では同じクランに属する人物が全く別のタータンを身につけているケースも散見される。が、スコットランド西部諸島探訪記に記したところによれば、島ごとに異なる色やパターンを用いたタータンを着用しており、タータンを見れば大体出身地域を推定できるとしている。地域によって統一されたとまでは言い難いにせよ。この頃には、 ディストリクトタータンにつながるものが形成されつつあったと言える。しかしながら、マーティンは、クランとタータンの模様の関係については、触れておらず、クランタータンが登場するのはさらに時代が下ってからのこととなる。1587年には、デュアート城を居城とするマクレーンクランのクランチーフ、ヘクター・マクレーンは、白、黒、緑の3色で織られた 60L の布を収めることで、 アイラ島の借地領とすることを多り許可されている。これが今日のマクレーン・オブ・デュアート・ハンティングの由来となっており、この頃にはクラン・タータンが存在したとする者も,もいる。しかしながら、この由来は、鉄像が指摘されているスコットランドの衣類によるものであり、布を収めたことは資料に残されているが模様については触れられておらず、このようなタータンが存在したという確かな証拠はない。 1700年代初頭には、両主が借地人や家臣に、揃いのタータンを着るよう定めたことが、複数の資料に残されており、クランタータンの原型と見られている。逆に言えば、この頃までは揃いのタータンを着る習慣がなく、各人が好みなどによって、タータンを選んでいたことが伺える。ハイランドに大きな影響を及ぼすジャコバイトの反乱、その要因となった名誉革命が起こったのも、 この頃である。1688年から1689年にかけて起こった名誉革命によってジェームズ7世、イングランドでは、ジェームズ2世は王位を失った。王位を失い、フランスに亡命した王とその子孫に忠誠を誓う者たちはジャコバイトと呼ばれた。ジャコバイトは名誉革命直後から反体制派として反乱を起こしていった。反乱の中心的役割を担ったのは、 ハイランドのクランであった。ただしハイランドのクランも必ずしも一枚岩なわけではなく、キャンベルクランなど政府につき従う者もいた。こうした政府側についたハイランドクランの中からジャコバイトの活動を監視、鎮圧するためのが結成された。この時司令官から可能な限りタータンを揃えるよう命令が下されている。これがミリタリータータンの起源とされる。 この部隊は後に再編成され、ブラックウォッチ連隊となった。ブラックウォッチタータンの起源については、諸説あり、キャンベルクランのクランタータンだったとする説もあるが、ブラックウォッチ連隊が結成された1739年の時点では、確固としたクランタータンは存在しなかったと考えられている。1745年、カロデンの戦いにおいて、政府軍が、 ジャコバイトに勝利を収めると政府は反乱を支援してきたハイランドクランの解体を画策する。決してハイランドのクランすべてがジャコバイトを支持したわけではなかったが処罰の対象はハイランド全体に及んだ。クランチーフが持つ世襲制司法権を取り上げ、チーフがクランに属するメンバーに兵役を課すことを禁止し、ゲール後バグパイプ、そして ハイランドドレスの着用を禁止した。これら一連の法律の狙いは、チーフとメンバーの結びつきを弱めクラン社会を解体することと、ハイランド的なものを禁止することで、ハイランドをローランドやイングランドと同質化させていくとにあった。政府側がタータンをハイランドの結束を高めるものと見ていたことは明らかであり、この頃にはクランとタータンの間に何らかの関係性が、 生まれれていたと考えられる。スコットランドは、合法による国家の喪失を経験しており、大きなイングランド化の流れの中で、スコットランドの文化的アイデンティティを求めていた。ジャコバイトの反乱が過去のものになってくると、アイデンティティを求める者たちは、それをハイランドに求め、ハイランドの文化と歴史を見直し、称賛する動きが出てきた。1778年。 ハイランドの伝統文化復活を求め、ロンドンでハイランド協会が設立された。の適用範囲はハイランドに限られ、ローランドやイングランド、海外植民地には適用されなかったため、会員たちはロンドンでタータンを身にまとい、法律の撤廃を求めた。運動が功を奏し、ハイランドドレス着用禁止法は1782年に撤廃されたが、この間に、 多くの柄が失われていった。法が撤廃されるまでタータンを維持し続けたのは、ローランドの織物業者とブラックウォッチのような政府に、突き従うハイランドの軍隊であった。ハイランドとローランドの境界に位置するでは、多くのタータンが作り出され、ハイランド人部隊や植民地のプランテーションで働く奴隷の衣服として、タータンが大量生産された。 またこの時期から19世紀前半にかけて、ロマン主義文学が交流し、ハイランドヒーてはスコットランドは、ロマンチックな国と目されるようになる。先駆けとなったのは1760年代に、刊行されたジェームズ・マクファーソンの、オシアンであった。オシアンはハイランドに古くから伝わる伝承を、マクファーソンが翻訳したという触れ込みであり、1762年に、フィンガル、1763年に、 テモラとして出版された。1773年には約分を見直し2巻をまとめたオシアンの歌が出版された。この作品は古来の伝承と偽ったマクファーソンの創作であるとしてサミュエル・ジョンソンなどから厳しく批判されたが、読者はハイランドとその文化に憧れや興味をかき立てられていった。オシアンに影響を受けたロマン主義の作品も次々と出版された。 このロマン主義ブームをさらに推し進めたのが、タータンの歴史を語る上で書くことのできない重要人物の一人、ウォルター・スコットである。ジャコバイトの反乱を題材とした歴史小説、ウェイバリーは空前の成功を収め、ハイランドを題材とした他の作品と共に、タータンの知名度向上に大きく貢献し、ロマン主義文学が広めたハイランドのアイデンティティは、 スコットランドのアイデンティティとして受け入れられるようになっていった。それまでハイランド人を別紙し同族意識を持つことに否定的だったローランド人もハイランド文化を自分たちのものとしていった。タータンは1822年のジョージ4世のエディンバラ訪問によって大きな流行を見せた。国王のスコットランド訪問はハノーバー長君主としては初めて。 スコットランド国王としても約170年ぶりのことであった。式典を取り仕切ったのはわずか2年前の1820年に設立されたエディンバラケルト教会であった。教会の会長はウォルター・スコットである。スコットは作家として高い名声を得ていただけでなく、1818 18年にはスコットランドの対艦用法器の創作も成功に導いていた。 スコットラは各人にタータンを着用するよう命じ、またジョージ四世自身もハイランドドレスをその身にまとった。国王がタータンを身に着けるという情報が事前に出回ると、これがタータンブームを引き起こした。タータンとは無縁であった、ローランド人もこぞってタータンを求め、ある織物業者にはそれまでの10倍もの注文が殺到した。この時、ジョージ四世が身につけたタータンが、 ロイヤル・スチュアートである。また、この時に今日まで続くクランタータンが定着した。式典ではクランの各員に揃いのタータンを着用させるようにとの通達がクランチーフになされたが、自分たちのタータンがどのようなものかわからないものも多かった。織物業者、ウィリアムサンズはこれをビジネスチャンスと捉え、自社の商品を優勝正しいものとして販売するため、 タータンの登録を行っていたハイランド協会からお墨付きを得ていった。各クランはクランタータンを求め、織物業者はそれに応じていった。各してかつては名前もついていなかったタータンや新しく作られた柄がクランタータンとして認められるようにな。タータンが作られた伝統とされるゆえんである。この式典を人気取りの茶番であると揶揄する声も、 あったが、とにもかくにもタータンは大いに流行した。1831年には、ジェームズ・ローガンが、初めてのタータン専門書、スコティッシュ・ゲール出版し、織物業者はこれをもとにクランタータンを作り出していった。クランタータンの図版が最初に現れたのは1842年のスコットランドの衣類である。出版したのは、ジョン・カーター・アレンとチャールズ・マニング・アレンという兄弟であった。 兄弟は自身たちのことを、ジョン・ソビエスキ・キシュトルベルク、スチュアート、チャールズ・エドワード・スチュアートと名乗り、1945年に最後のジャコバイト反乱を起こした、チャールズ・エドワード・スチュアートの孫であると触れ込んだ。彼らの本は、クランター・アータンについて書かれた古い写本を元にしていると主張していたが、その写本が提示されることはなかった。ウォルター・スコットは、 スコットランドの衣類が刊行された時には、亡くなっていたが、生前ある貴族からその審議について、意見を求められている。スコットはそこに掲載された、クランタータンが近年になって作り出されたと考えられる、ローランドのものまであるのを見て、極めて否定的な見解を示している。スコットランドの衣類はその全てが捏造というわけでは、なかったが、非常に疑わしい内容のものであった。 しかしながら、当時のクランチーフや織物業者はこの本にが全興味を示し、その後もスコットランドの衣類を元にしたタータンの書籍が出版された。スコットランドの衣類が出版された1842年は、ビクトリア女王と彼女の夫、アルバート公がハイランドへ初めて旅行した年でもあった。女王はハイランドをいたく気に入り、その後もたびたび訪れ、 1848年にはバルモラル城で夏を過ごすようになった。1852年には城を買い取り、1853年から古城を取り壊し、アルバート公自身が指を取って新たなバルモラル城を建造した。そのインテリアには、ふんだんにタータンが使われた。女王の部屋のカーペットには、赤いロイヤルスチュアートとベースを緑に変えたハンティング、スユアートが使われ、 カーテンと家具の装飾に、ドレス,スチュアーートトが使われた。さらに女王は、ビクトリアアタータンンをデザインしアルバート公はバルモラルタータンをデザインしている。女王は外出時にタータンのスカーフを身につけ、また旅行の際にビクトリアタータンのドレスを着ていったという。アルバート公もキルトを着て外出し、子供たちにもタータンでできた衣服を着させていた。女王一家がタータンを身につけていたことで、 タータンはファッション素材として爆発的に流行していった。ハンティングやドレスといった分類が生まれたのもこの頃のことである。日本にもこの時期にタータンが紹介されたと考えられている。明治期の日本はイギリスとの交流が盛んであり、イギリスの流行が日本に伝わったと考えられている。明治期にタータンは島スコッチ、スコッチなどと呼称されていた。 ビクトリア女王はタータンをこよなく愛し、タータンを広めることに大きく貢献した一方、伝統文化であるタータンを商業主義に貶めたと批判する声もある。ビクトリア女王が表したハイランド生活日誌からの数量が国民的人気になったこともあり、ハイランドへの旅行者は数を増していった。ハイランドではこうした旅行者への土産物としてタータンウェアと呼ばれる。 工芸品が作り出された。鍵タバコ入れや茶入れ、筆記用具、裁縫道具などにタータンをあしらった土産物が多数作られた。これらの土産物は今日ではアンティークとしてコレクターの収集対象となっている。今日ではタータンはファッションとしてまた企業の広報活動などにも使われるようになっている。1920年代にデザインされたバーバリーチェックは 世界的にも有名なコーポレートタータである。イギリスの航空会社 EG ジェットはインバネス行きの航空機にタータンをあしらったものを採用しているほか、同国最大の航空会社であるブリティッシュエアウェイズも一時期行っていた塗装キャンペーン、ワールドイメージにおいてタータンをモチーフにした題名ベニーホーンを塗装にしているた 1970年代にビビアン・ウェイストウッドが作り出した黒のレザージャケットとタータンの服装はパンクファッションの定番となっていった。それまでタータンは伝統や権威といったものを連想させるものだったがパンクムーブメントにおけるタータンは反体制のシンボルとなっていった。パンクファッションだけでなくタータンは広くファッション業界で用いられている。タータンの総数は その同一性を判定する方法の違いから幅があるが、およそ3500から7000ほどの固有のタータンが存在すると考えられ、毎年150件ほど新たなデザインが登録されている。さらにモダンやエンシェントといったカラーバリエーションが加わり、多彩なものとなっている。20世紀後半までは、中心的公式なタータンを登録する機関は存在せず、 スコットランドやカナダ、アメリカにある独立した機関が、命名タータンの登録を行っていた。1960年代にが設立され、現存するすべてのタータンを登録、保存していった。STS のタータン登録書レジスターオブオールパブリックリーノウン、トルテンスには2700種類のタータンが登録されていた。しかし、STS は2000年頃に、経済的な問題から閉鎖する。 STS のメンバーだった者たちは、新たにとスコティッシュタータンワールドレジダーを設立した。この二つの組織は、ラパクトのデータベースを下敷きに登録を行っていった。STA のインターナショナルタータンインデックスには2004年の時点で3500のタータンが登録されていた。STWR のデータベースには同じく2004年の時点で3000件登録されていた。 両機関ともスコットランドの事前団体として登記され、リクエストに応じてタータンの登録を行っていた。民間団体が独自に登録を行うことは、混乱を招くため、2008年にスコットランドタータン登録法が制定され、の配下にあるに登録されるようになった。設立に際し、それまで登録を行ってきた STA と STWR のデータベースは、 SRT に引き継がれ、新規の登録は2009年2月5日から始まった。ウェブサイトから、タータンの登録が行え、タータンのスレッドカウントを調べることや、新しく登録されたタータンの通知を受けることができる。ビクトリア時代から、タータンの権威たちは、タータン、特にクランやファミリーに関係したものを着用する、サインにはマナーがあると述べてきた。つまり、 クランメンバーでないものは、クランタータンを着用すべきでないという考え方である。この特定のタータンには、着用資格が存在するという考え方は、ユニバーサルタータン、フリータータンといった用語を生み出した。ユニバーサル、タータンと呼ばれるものは誰でも着用できる、タータンとされており、ブラックウォッチやカレドニアン、ハンティング・スチュアート、ジャコバイトなどのタータンがユニバーサルとみなされている。また、 クランタータンと同様に王室だけに許されたロイヤルタータンも存在する。しかしながら着用を禁止するまたは許可する法令というものは存在しない。ただしバーバリーチェックのように登録商標として販売などに関して法的に保護を受けているタータンは存在する。クランに関した書籍ではこのような着用についての規則やガイドラインといったものが数多く見受けられる。 スコットランドタータン登記書に記載されているタータンの選び方では、まず自身の性に関係するタータン、それがない場合は、祖先の出身地域に関係したタータンを選ぶとしている。ただし、これは法的な決まり事ではなく慣習であり、誇りを持って好きなタータンを着用するように灯されている。スコティッシュタータンオーソリティの FAQ では、 父親のタータンよりも夫のタータンが好みなのだが、着ても良いかと、牛質問に対し、血のつながりを重視し、父親のものを着用すべきとしているが、どうしても気に入ったのなら夫のものを着用しても良いとも記されている。クランの中には、チーフタータン、ファミリータータンというものを持つクランもあり、これらのタータンをクランメンバーが着用することを禁じている。 ロイヤルタータンであるバルモラルは王室以外のものが使用すべきでないとされている。STS では、イギリス国外では、この長年の伝統が無視されて、バルモラルと称したタータンが製造されているとに触れ、スコットランドで着用すれば法的な罪には問われない、ものの、社会的、道義的な罪を犯したと見られるだろうと述べている。ペイズリークランのクランチーフは、伝統文化を重んじ、 金を損ねず、敬意を払って接してほしいと述べている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。